どうも、エルザです。それでは、ゼルダの伝説、トワイライトプリンセスやっていきたいと思います。やっていきますか。さあ、残すはボスのみという感じだと思うんだけど、まだ鍵見つけてないんだよね。ってめっちゃいるしな。レーザーくんいんのか。よし、先にね、こっちはね、処分しとかないと。ダメだろうからね。いやー、にしても回転のタイミングいいな。めっちゃタイミングいいね。これはどういくのが普通に行っていいんかな。いてー普通に行っていいんかなって言った矢先に。行くか、お前も。おい乗らないね。あーで、でもさ、ボス部屋の鍵？え？なんかあそこあるね。今ずーっと探してんの。もうこれも外れかもしんないけど、ちょっと行ってみよっか。なんであんなところって感じだけど。意外と、そうか、これうまいこと使う感じか。いや、わかんないけどね。わざわざ乗れるようにしてるとか、そういうことだよね。あ、そうだね。こう乗って。はいはい。デスピナーなんだ。あー、扉あるわ。ちょっと待って、これマップ。あー、ここで初めて来れるんだ。これわからんわ。ゴーストいるんで。グルフリンクでセンスして、魂抜き取って終わり。あー、いやー、ここ結構大変。上り下りだね。これで進んでくれると嬉しいな。ハンコ、もう今は使えないハンコだよね。EU の機能だもんな。お、あら、お久しぶりじゃん。
と、で、君倒す必要ありそうだね。あー、ボスか、ボス鍵ある、ボス鍵。ボス鍵。ボス部屋の鍵ね。よし、オッケー。ん？なに？4つ。あー、なるほど、そういうことか。だから久しぶりの子がいたんだね。角度的に見えねえ。全部角度的に見えないんだよな。ちなみにこれ多分ルピーじゃない？ 20 ルピー。まあまあ回復アイテム買ったからね。で、ぐるーっと回して。大活躍だね。クローショットも結構使うな。よし、これでやっとボス部屋いける。さあ、ボス部屋の鍵ゲット。行こう。もう戻ろう。さあ、やっとここまで潜ってきたけど、あれだね、このダンジョンは、新キャラの雲出てきたけどさ、あれかな。今回ボス雲かな。嫌だな。それはそれで嫌だな。まあ、わかんないけどね。覚醒広角眼シェルドゴーマ。あー、結局か。上にいるのは分かった。なんだけどさ、どうやって落ちてくんの。あっつー。あ、これ止まっててもいいよ。え、マジでどういうこと？だって降りてこないし。あれ、もしかして。なるほど、わかった。そういうことか。まあでも避けたら当たんないから、あのビーム。そんな
で、はい、よし。全然当たんないじゃん。ほら、遅かったかな。おい、一発。そうだね、たまたま当たらなかっただけだね。もしかしてこれだけ嘘でしょ。あ、いや、あー、やっぱそういう感じか。矢を回収するようでね。ふい、急げ急げ。ふい、パンチで、また国防パーティーかな。さあ早く来い。だね。ただ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 嫌いなのが出てくるだけ。はい。あれ、これボスの中でもだいぶ最弱なんじゃない。あ、うえー、気持ち悪い。悪魔なんだ。まった。もう、もう加減はしねえ。ほらあー、来た来た来た。限りの鏡のかけらはこれで3つ。残りはあと1つ。いいね、いい感じで揃ってきてるね、エルザ。あの化け物を、化け物を見ただろ。かけらの持つ魔力は想像以上にやばい。私たちは実はとんでもないものを集めているのかもしれない。本当はこの世からなくさなきゃいけないものなのかも。さあ急いで探そう。最後の一つがある天空と呼ばれる場所。天空に行けるんだよね。本当に天空かわかんないけどね。さあ、これで、ハートの器が増えて。あ、やっと2列目来たね。なかなか大変だったな。よし、じゃあ、ハートの器取ったから OK だね。で、行こう。いや、普通に大変だった。はい、セーブ。まあ、これでいい感じか。あれだね、おばちゃーん。結局見つかったのかね、アイテムをね。探し物って言ってたけど、何探してたんだろう。
ついでにこのフクロウはさ、穴が開いてるってことはもしかして、やっぱそうなんだ。しかも結構軽快。で、ここに宝箱があるってことだよね。かけらか。いいね。いや、マジでハードモードやってて、ハートのかけらというか、ハート一つ増えるだけでも、めちゃくちゃでかいからね。で、そっちはゴーストか。はい、抜き取り成功。だっけ。まあ、両方使っちゃいがるのはいいよね。まあ、とりあえず外出ようか。スタルキッドはあれ何がしたかったんだろうね。結局、ね、あのミラーの、ミラーというかさっき手に入れたやつの鏡の効果を受けてるわけでもないしね。おお、おばあちゃん。お兄ちゃんご苦労さん。おばあちゃんたちね、探し物見つけたわ。ほら、お兄ちゃんが神殿で見つけたコピーロット。あ、ええー、あれだったの。でもそれ随分と昔のものだから、今はもう魔力が切れちゃってるみたいね。困ったわ。やっとお空に帰れると思ったのに。こいつら空人なの。おばちゃん魔力を宿す呪文をすっかり忘れちゃった。いや、もしかしてこの人たちがリト族じゃないよね。仕方ないから先にロッドに反応する石像を探そうかしら。うん、決まり。そうしましょう、そうしましょう。じゃあおばちゃんもう行くわね。またね。え、結構重要キャラじゃん。あ、おい、コピーロードはどうすんだよ。行っちまったな。使い物にならないものを持ってたって荷物になるだけだけど、どうする？そういや、あのばあちゃん、空に帰るとか言ってたけど、最後の鏡のかけらがある場所も天空。もしコピーロードに魔力を戻すことができたなら、なんか役に立つかな。その場所がわかんないってことだよね。そっか、わかんないね。あ、とりあえず買い物しに行く。久しぶりに。あ、そうだ、狼のマークあったね。扇も覚えに行こっか。よし。とりあえず人の姿に戻って。はい。ということで、今回ここまでにしたいと思います。まあちょっとね、ボス戦重視って感じだったけど。まあ、なんかまあ確かにあの、雲ってか目玉系のボスいるもんね。なかなかいなかったな、そういえば。まあ次回は買い物とか奥義を覚えたりで、いろいろ歩き回りながら、ちょっと、そうだね、街の様子見ていこうかね。はい。ということで、ここにご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それでは、また次回お会いしましょう。バイバイ。